はいどうもネビルです。ではですね、今回もバウンティー解説やっていきましょう。はい、今日はですね、初心者の方がやりがちな、バトル中にやりがちな5つのことについて解説をしていきたいと思います。はい、いつもの通りこの動画の結論からこちらになります。はい、1つ目スキルの無駄打ち、2つ目、ジャス回避後の攻撃、3つ目攻撃回数、4つ目、乱戦への駆け込み、5つ目ノープランでの裏取りとなっております。はい、こちらはですね、まあ基本的にやってはいけませんよというものになっております。はい、まあ僕今こんな感じで偉そうに語ってますけど、まあ、僕もバンティを始めた1年前とかですね、もうこれ全部やってしまってました。はい、もう何せ当時は教えてくれる人がいなかったのでですね、まあ、皆さんにはそういった状況をいち早く抜け出してほしいので、こういった動画を作るにあたったという形になりますので、はい、もう皆さん本当に早くいち早く抜け出してください。はい、ではね、早速1からご説明していきたいと思います。まず1つ目ですね、スキルの無駄打ち、どういうことかというと、まあ、このバウンティーラッシュとゲーというゲームはいかにスキルをうまく使っていくかというゲームといっても過言ではないんですね。はい、例えばこの今出ている動画のゾロみたいにですね、相手を見るや否やスキルをバンバン打ってしまうと、まあ、このように KO されてしまいますよということになります。はい、こう相手を見るや否やね、バンって打ってる人いませんか。はい、スキルはですね、まあ、適切な TPO に応じて、使い分けていきましょう。はい、基本的にはですね、相手が回避をした後に打つといいんですけれども、まあ、例えばですね、こういった旗の取り際なんかも非常にスキルが打ちやすいです。はい、まあ、皆さんもね、もしかしたらその取り際を狙われてロジャーとかおでんに KO されたご経験があるんじゃないでしょうか。はい、僕も最初はもうめちゃくちゃありましたね。なので、まあ、最近は近くにね、旗の近くに、キャラクターがいるときは、他の敵がいるときは警戒をして旗を抜くようにはなりましたけど、最初は分かんないですよね、そういうこと。はい、まあね、ただね、こういったところはですね、ただタイミングが結構難しいので、練習が必要となります。はい、スキルを打つ側のですね、タイミングが難しいので練習が必要です。はい、まあ、あとはですね、このように一つのスキルを犠牲にして相手に回避を使わせて、もう一つのスキルを当てていくという技もありますね。はい、まあ、大事なスキルを犠牲にするわけですから、まあ、こちらも、まあ、TPO に合わせて、使い分けが必要となっております。はい、ではですね、2つ目いきましょう。ジャス回後の攻撃、はい、ジャスト回避の後の攻撃についてですね。はい、こちらはですね、ジャス回をした後に攻撃を してしまうとすぐに非常に多いのではないかなと思っております。まあ、今ご覧になっているこのヤマトのような形ですね。はい、ジャスト回避した後はすぐに何か攻撃しなきゃという焦りもね、出るのは非常にわかります。僕も最初はそうでした。はい、もうなんか大切なね、せっかくジャスト回避できたんだからっつって、そういった大切なチャンスをね、ものにしたいですよね。はい、僕も最初はそうでしたね。はい、ただ相手に回避が残ってる場合はですね、相手もすぐに回避を使ってしまうんですよ。まあ、反射的にと言ったらいいかもしれません。はい、まあ、自分の場合に落とし込んでみても分かると思うんですけれども、ジャス回されたら次何かすぐ攻撃が来ると思ってね、回避を使ってしまいますよね。うん、なのでここはグッと我慢をして相手の回避を待ってみましょう。はい、ジャス回したのは分かるんだけど嬉しいんだけども、一旦相手の回避を待つと。はい、でね、相手が回避をしてからちゃんと攻撃をするっていうことをやっていきましょう。たまにね、回避をしない相手もいるんですけれども、まあ、それはね、もうクロートの人なので相手を強者と認めてね、そこからのバトルをもう楽しみましょうよ。はい、まあ、SS はね、上位体、特に上位体、そんな光景ばかりが見られるような形です。はい、で3つ目ですね、こちらは、攻撃の回数ですね。はい、キャラクターによってですね、まあ、3回、4回、5回と攻撃が1つの流れで続くかと思いますが、まあ、全部いつも打ち切ってしまう必要はありません。例えば、はい、このゾロの動画みたいな形ですね。よくこのゾロが1回目の攻撃を連続しているのを見たことがありませんか。これはなぜかというとですね、まあ、2回、3回目まで打ってしまうと
あのゾロの攻撃って前に行っちゃうんで相手を通り越して攻撃が透けてしまう、まあ、つまり相手に当たらないことがあったり無駄に相手をダウンさせてしまうっていうことがあるからなんですね。相手をダウンのいい例でいくとおでんがあります。おでんって、3回の攻撃を備えているんですけれども3回目でダウンさせてしまうんですよ。なので2回で攻撃をストップさせることが多いですね。まあ、そうすると相手に 2×2 の4回ダメージを与えることができます。まあ、こちらもですねキャラクターによって、そのキャラに合った回数で攻撃をすると良いでしょう。はい、では4つ目ですね。これもよくやりがち、乱戦への駆け込みですね。はい、乱戦を見るとですね、まあ、どうしても仲間たちが戦ってるのを見ると自分も火星に行きたいところですよね。はい、ただこれは状況を見て判断しないといけません。無理にですね輪に入っていくと、まあ、そのキャラクターの良さ特性が発揮されずに相手の攻撃を受けてしまうんですね、この赤犬のように。はい、まあね、時間的にどうしてもその旗をね、まあ、最後の数十秒とかでどうしてもその C 旗とか、取りに行かないといけないという場合であればしょうがないんですけれども、まあ、序盤でね乱戦に無理に食い込んでいく必要は全くないです。むしろあの仲間がね一人 KO されるのを待つぐらいでいいと思います。うん、僕結構そのパターンが多いかもしれないですね。はい、相手もなんか3対3で C 旗やってんなみたいな感じで結構こう俯瞰して見るみたいなことが結構多いですね。はい、なのでここは乱戦はねぐっとこらえて一旦待てと。はい、犬じゃないですけど待てと、あ、待ちましょうそこで。はい、で最後ですね、こちらノープランでの裏取り。はい、これもねなんかねよくやるんですよね、なぜかわかんないですけど、あのやっちゃダメではないんですよ、やっちゃダメではないんですけれども、まあ、やっていいキャラクターとか状況っていうのは結構限られてるんですよ。はい、まあ、例えば耐久力のあるゲッターですとか、そうですね、相手の一陣を取ってるキャラとの相性が非常にいい場合、相手のキャラ見て、こいつ結構余裕で勝てそうだなみたいな時はバッサバッサと切りに行ったりとかね、場合を除いてはですねあまり裏取りというものは、いい手段とは言えないかもしれません。はい、まあ、何も考えずにねアタッカーとかが行ったりとか、ましてやねディフェンダーがねノーノーと裏取りなんかを見る時がありますけれども、あんなのはもうやっちゃいダメな光景ですね。あの今ご覧になってるゾロくんみたいにねやられてしまうのがオチです。なんかね可愛いですけどね、なんか俺は裏取り行くんだみたいな感じでちょっと可愛いですけど、はい、でもちょっとこれはやめておきましょう、やられちゃうのでね。はい、以上ですね、5つ最初の、まあ、初心者の方がやりがちなことに関してご説明していきました。はい、まあ、僕もね最初はねめちゃくちゃこういったことをねしてしまってたんですけれども、まあ、徐々にバトルの中で上手い人がやってるのを見たりとかして覚えていったんですけど、まあ、やっぱり教えてくれる人が誰もいなかったんで、まあ、こういった動画があるといいかなと思ってこういう動画を作ってみました。はい、今後もね皆さんにためになるような動画をどんどん上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではお疲れ様でした。